ったよね。どうしました？朝起きたら掛け布団のカバーが外れた。寒い寒いということで起きてらっしゃったんですけれども、これ外れて、どんだけ寝相悪いんだよ。彼氏違う、私の方のそれとさ、カバーがさ浅いんじゃない。スタートです。今日は今からですね、温泉番付西の横綱砂湯温泉あと蒜山高原とかの方に行ってみようかななんていうふうに思っています。よろしくお願いします。ちょっと日差出ないからね、寒いですね、うん、まだちょっと寒いです、ね、外の気温は先ほど3度 ?4 度、あ3度って道の途中には出てた、加藤さん、ゆる3度と言ってました。そう、ゆる3度、詐欺はゆる3度、サンドイッチマンがそう言ってた。神様いらっしゃる感じしますね。お邪魔します。うわ、これはすごいかもしれない。特に反応ないですね。まだ修行が足りないね。だね。先ほどの神社と言っていいのかどうなのか、お堂というか、なんというか、お掃除させていただきました。はい。写真撮らせていただきました。はい、ありがとうございました。うん、素敵な千手観音ですね。うん、そうですね。行ってきました。長湯しました。温まったね。ちなみにお風呂はあの辺にありました。いやー、怖いですね。怖いですね。下からどんな景色だったのかっていうのを覚えてるだけに。恐怖映像でこれ。文句。文句っぽくない？ああ、うん。ごめん、余裕ないから行こう。そろそろ怖いんじゃないか、ここ。はいでーす。ご覧ください。
い、トップさんです。あ、これオーバーだね。はい、半崎さんです。ねびなび、大きいですね。10メートルあったって、これは神様に違いない。これはちょっと加藤さん、ちょっと大きさをちょっと比べてください。でーん、普通に食べられちゃいますね、これ。これ食べられ、食べようと思ってなくてもさ、水飲んだだけでさ食べちゃうよね。あ、一緒にね、あーって、もうクジラレベルですね。ねえ、クジラ、本当だ、クジラだね、はい、ということで、この岡山の山の中の、オオサンショウウオはこれぐらいの大きさがあるそうです。すごい。じゃあ実際見に行ってみましょう。はい、行ってみましょう。行ってみましょう。ゴジラみたいだね、シン、ね、ゴジラみたいな、なんだっけ、セント君じゃなくて第一形態か第二形態の時の、こうやって走るやつだったり、どうだろうね、あれみたい。ですね、天気悪いね。天気良くないですね。ねえ、なんか今日は晴れたり曇ったりあれしてたけど、ちょっとこの先なんかこうちょっと怖い感じがしますね。あと一個いいですか？はい。昼前の昼っていう字なんですけど、なんかね、人間がね二人踊ってるみたいにちょっと見えるということをご報告いたします。はい、以上です。ヒルゼンジャージーランドに来てみました。行ってみましょう。何ですかね、すっごい寒いですね。うん、寒いね。私の方はもう耳取れそうです。車から降りてすぐなんですが、もう耳痛いです。寒い。実はですね、ここですね、大きいソフトクリームがあるという噂を聞いてたんですけど、販売してませんでした。はい、その噂のために片道40キロ走ってきました。イエーイ。そのまま行っちゃいました。鍵閉まってるんですけどね。